初めてというか直感でちょっと生意気なんですけど、この人超えたいなって思ったのが GACKT さんだったんですよ。そんな嬉しいこと言ってくれるって濡れるぜ濡れる僕は例えばその普段出会うっていう行為とナンパっていう行為に境目がないんで、僕もなんか日常の中にあるものっていうところがあるんですけど、まあ、僕が言うガクトイズムっていうのがあるとしたら、はい、そのガクトイズムを継承できる人間って少ないなとかと思うんだけど、ほう、元気はそれを継承している一人だよね。回ってます、はい、さあ、ということでやってまいりましたバブルさん、こんなないですよ。いや、すごいね、本当に。ちょっとね、GACKTさんと対談ということで、いや気合入ってます。元気ジャパン貸していただきましてね、ちょっとバブルさん、こちらの方でここに来ますから、ここにね。すいません、本当にちょっと先に座っちゃって。いやー、うん、すげえ。すげえ、この距離で話したことないから。いやー、まあちょっとカメラの人に伝わってるかわからないですけど、うん、めちゃめちゃ元気緊張してますんで。うーん、すごいですね。これは久々かもね。かつてないぐらいの緊張かもしれません。そうやろうね。定期的にあればあるんやけど、ね。まあね、でも。ブレイキングダウンよりは緊張してるな。あ、オーディションの時あれで緊張したけどまた違うよね、うん、ってとこありますんで、まあまあもうやりますかね。やりますか。あ、もういらっしゃるよね、もうすぐ。もういらっしゃいますんで。うわー、やべえぜ。はい、ちょっと飛ばさないように質問とか。いやー、飛ぶいそうやなってことで、はい、元気緊張してる死ぬほど水も飲んでるからね。もうこれ3杯目とか4杯目ですから、顔から伝わってくるもんね。あと5分ぐらいいらっしゃるね。じゃあもうやっていきましょうかね。いやー、はい、いいね。これ、そっか、一回切るんか。切ります。おはようございます、よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。おはようございます。お願いいたします。お久しぶりです。すみません、ちょっと待って。お疲れ様です。いやー、ありがとうございます。僕の現地のメンバーの男優純平さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。撮影入るっての初めてですもんね。ああ、そうだな、はい、いつもプライベートだしな。そうなんですよ。いやいや、始めますかいや、お忙しいとこありがとうございます。とんでもない。いやいや、まあ、僕が、まあ、あのオファーさせていただいた時にも伝えたんですけど、その一回ご飯行った時に、うん、まあ、初めてというか直感でちょっと生意気なんですけど、この人超えたいなって思ったのが GACKT さんだったんですよ。そんな嬉しいこと言ってくれるって濡れるぜ濡れるいや、そので、まあ今本を制作してて、うん、で、まあ、ナンパだとか、まあ、男のモテみたいなところをメイントピックで、進めてて、うん、もうパッと思い浮かんだ GACKT さんと の話をちょっと聞きたいというかっていうのを一番最初に思い浮かんだんでオファーさせていただきました、うん、何を話すの。まあ、メインはナンパについてまずそのナンパってのことどう思ってますかっていう。ナンパのことをどう思ってるか、はい、ナンパに対しての考え方というか、まあ、過去にやってたっていうのを聞いてたんで、そのなんていうのかな、みんなは、まあ、世の中のね、はい、多くの人はなんかそのナンパっていうものをなんかこうある種特別視してたり、うん、ある種のなんかこう特別な行為だったり、まあ、ある意味変な行為のように思ってる人もいるけど、僕は例えばその普段出会うっていう行為とナンパっていう行為に境目がないんだよね。うん、だから
自分ではナンパだと思ってないし、まあ、結果として言葉がないから周りはそれをナンパっていう言葉で言うかもしれないけど、普通にあいいなって思った子に声をかける行為に何ら特別な感情はないから、だからその何をどう思ってるかって言われても正直どうとも思ってないしで、結構そのハードルの高いことだとみんな思ってる。うん、確かに。わけじゃん、はい、僕の YouTube とかでもそういうコメント来ます。でもなんだ、まあ、難しいことでもないし特別なことでもないし、そんなに語るっぽあんのかなって正直思っちゃう。いやーなるほど。いやまあでもそのなんていうんですか、考え方みたいなところを聞いた時とかも、まあ、すごい近いなって正直僕思って、うん、僕もなんか日常の中にあるものっていうところがあるんですけど、その過去、まあ、過去っていうか今までのどんなナンパをしてたのかなっていうか、まあ若い頃とか、まあ、ガクトさんがどう過去にまずナンパをしてたのかっていうのも知らない人もいると思うんですけど、その、はい、例えば昔やってた今やってないではなくて、はい、ずっとそうだから。なるほど、まあ、ずっとやってるんですね。やってるというか普通だからなるほど。例えばそれは、はい、街に出なきゃいけないかっていうとそんなことないし、まあそうですね、自分の好きな対象が女性、これ性的な対象ね、うんうん、でもあるし、その性的じゃない対象としてあこいつ面白そうだなって思う、はいはい、例えばそれは男性もあるわけじゃん、はいはいはい、でそこに声をかける差もあんまりないんだよ。あ、はいはい、男でも女でも自分を気に入った子がいたら自分から声かけるし、はいはい、というか自分から声かけないと始まんないし。そうですね。じゃん、はい、それに場所って関係あるのって。確かに関係ないです、はい、その日本でさ、はいはい、例えば僕が声をかけるっていうのはもう僕だって分かるから、みんな。そうですね。だからその若かった頃、そのデビュー、特にソロデビューする前まではまだ成立するんだよ、うん、知らないって、お互い知らないっていう状況からスタートして、はい、で声をまあかけて、そこから飲みに行く、うん、遊びに行くっていうのは成立するんだけど、今成立しないから、うん、でも海外だとそれは成立するじゃん。そうですね。例えばヨーロッパとか行った時に、はい、まあ、ホテルチェックインする時に、はい、あこの子面白いな、受付の、はい、で知らない国だから、はい、ちょっと話をして、はい、でどんな国なの、初めて来たんだけど、はい、っていう話から、はい、まあそのまま流れで、じゃあ夜一緒にご飯食べに行かない、うん、っていうとこまでが別になんか自分で構えてないから。なるほど、大事っすね。はい、だから別にその断る権利も受け取る権利も相手にあるじゃん。確かに。で別に断られたからといってダメなわけじゃないし、でそれは友達を誘っても仕事が忙しいとか何か用事があるって言ったら断られるわけじゃん。それと全く同じなんだよ。なのにそれをなんか声をかけるで断られるのが辛いとかっていう人いるけど、はいはい、いやいや友達に断られることいっぱいあるじゃんって、うん、むしろ失敗というかうまく成立しないことの方がメインなわけじゃん、うん、確かに。なんでそこにわざわざこうそう言われるのが辛いとか、うん、断られた時のダメージが強いとか大きいとか、うん、って言うんだろうって思うんだよね、うん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 、なるほど。一番自分がこう思われるように努力しようってある？こう思われるように努力しよう、うん、人に。ちょっとパッと思いつかないんですけど、まあ、YouTube とか僕ずっと今やってて、その
元気のナンパは他のナンパと違うよねって思われたいとは思ってます。あ、なるほど、はい、じゃあナンパじゃない時は、ナンパじゃない時、うん、どう思われ、いろんな人に会うじゃん、はいはいはい、いろんな人に会う時に、はい、相手は自分のことを何かの印象をつけて持つわけじゃん、はい、まあ男としてかっこいいって思われたいってのはあるかもしれないです。僕は、はい、ずっとこれ変わってないんだけど、はい、可愛いって思ってもらえるように努力してるんだよね。へえ、そうなんですね、うん、昔からですか。そう、へえ、それは何でかっていうと自分の顔怖いし、あ、怖いって言われることもすごく多いし、うんうんうん、でとっつきにくいとか、うんうん、いろんなことを散々言われてきたから、うんうんうん、自分がどういうふうに見えてるのかっていうのを認識してるわけ、うんうん、でもどんな時でも相手にこの人可愛いなって思ってもらえるようにしようって思ってて、だからその人、まあ、それぞれの人と話す時にやっぱりその笑顔だったりとか、うんうん、笑顔のタイミングだったりとか、うんうん、その面白い話をするきっかけだったりとか、うんうん、あ、こいつ可愛いなって思ってもらえるように、それは昔から心がけてるんだよね。へー、だからなんていうのかな、かっこいいと思われたいってのもないし、うん、クールだなと思われたいとかそれもないし。へー、なるほどね。あ、でもまあ僕の行きたい方向性はそっちですね。なんか逆ってダサいじゃないですか。可愛らしそうなのに会ったらめっちゃクールすぎるみたいな、うん、よりパッと見はちょっとクールで、パッと見っていうか印象はクールでちょっととっつきにくいかもって思われつつも、やっぱその会ってみたらなんかリラックスできるみたいなのは将来的にはそっちに行きたいと思ってますね。そっちに行きたいって言い方あれですけど、仕事でさ、はい、会う男の人とかとも握手はしないの？まあしたりしますね。してんのかな、まあ、絶対しようとか考えてはなかったです。僕は絶対するんだよ、まあ、はいはいはい。でもそれは女の子も一緒で、うんうん、特に僕みたいなこういう見た目だと、うん、すごいなんかこう壁を作ってそうとかさ、いろいろ言われるわけ、はいはい、僕はね、はい、だから自分から詰める。いいですね、自分から詰める。それが結果、はい、後々仕事につながることや、うん、プライベートの関係性が一気に深くなることもあるし、うんうんうん、言ったらそれがオプチュニティになるわけじゃない、うんうん、仕事を取れるチャンスになるし、うんうん、なるほど。僕の先輩でさ、はい、先輩ね、はい、男の人ね、めっちゃ顔怖い人いっぱいいるんだよ、うんうんうん、やばい顔だなと思う人いっぱいいるんだよ、はい、だけどみんな可愛いんだよね。へモテるんだよね。おみんなさ持ってる条件は一緒なんだけど、自分に対する認識と考え方が甘いって思うんだよ、うんうん、でこれは僕は19の頃に習った話で、人はその思考に支配されているっていう話なんだけど、あるセールスマンの話になったの、うん、A さんと B さんがいるんだよ、うん、2人とも靴のセールスマンなんだよ、うんうん、でアフリカに行きました。みんな靴を履いてない。で A さんはこういうわけ、誰も靴履いてません、売れませんって。で B さんはこう言うんだよ、誰も靴履いてません、これはすごい売れます、うん、与えられてる条件は一緒なんだけど、考え方でその人の人生変わるんだよね。だから自分が例えば怖いとか怖もてだとか、その決してスイートな優しい顔じゃないとか、その条件は変わんないんだけど、それを自分は顔怖いからな、だからモテないんだっていう人と、自分は顔怖いからな、だからモテるんだよ、与えられた条件は全部一緒なんだけど、考え方でいかようにもなるし、うん、それを使えるかどうかだけの問題で、うん、はあ、確かに。まあ GACKT さん海外も行って、まあ、英語も使って人とコミュニケーション取るじゃないですか、まあ、どういう持ち、うん、なんていうんですかね、きっかけで学びたくなってとかっていう
をちょっと聞きたいなと思って。でもやっぱり女の子きっかけのこと多いね。おお、そこは一緒ですね。うん、はい、口説きたいっていうモチベからですか。そうね、英語に関してはきっかけがちょっと違ったんだけどね、はい、中国語に関しては、はい、台湾でイベントがあって、その台湾でクラブに行った時に、はい、クラブの中に入ってってめちゃめちゃ可愛い女の子が来て、来て、はい、で最初中国語でブワーって言われたんだよ、はい、何言ってるか全然分かんなくて、はい、で英語でいや日本人なんだけどって言った時にあーって言って、まあ、それ以降は全く会話続かないレベルだったんだよ、うん、挨拶しかできない、うん、まあ、一生懸命何とか伝えようとはするんだけど、うん、まあ連れもいたっていうのもあって、まあ彼女は帰るんだよね、はい、その時に中国語を勉強しようその時に、こんな機会損失を2回やってしまったらこれは本当にもったいないって思うようになってから中国語を勉強しよう。え、今は何が喋るんでしたっけ。もともとはフランス語とかも喋ってたけど、はい、もうほとんど喋れなくなったかな。うん、ただ今は英語、中国語、韓国語ぐらい。韓国語も、うん、韓国語も女の子きっかけですか。そう。へえ。まあだから言ったら、まあ、僕の感覚的にもそうなんですけど、言語を覚えるっていうのは本当に、まあ、人、僕とかだった、まあ、美学者さんもそうですけど、女性との出会いを増やす手段というか、うん、みたいな感覚ですか。ですかって言うんですか。うん、それも大きいし、あと世界に一体何人の女がいるんだろうって考えたこともあって、お、はいはい、で仮に今80億だとしたら、うん、40億は女性じゃん、はい、そのうちの中国語の言語喋るのは一体何人なんだろうみたいな、はい、そしたら7億5千万人いるんだよ、はい、中国語喋る人って、はい、この7億5千万人が相手かみたいなもうナンパ師みたいなこと言ってますねいやー、まあ、僕も考えた、でも僕はどっちかって英語だ、中国語までは考えてたことなかったんで、僕よりそんな考えてる人初めてです。ちょっと聞きたいことがあって、うん、ガクトさんから見た僕の印象、まあ今発信していることでいうとナンパの印象ってどう思われてるのかなっていうのが気になる。うん、結構僕ね動画チェックしてんだよね。ありがとうございます、うん、でいつも思うのは、まあ、僕が言うガクトイズムっていうのがあるとしたら、はい、そのガクトイズムを継承できる人間って少ないなとかって思うんだけど、ほう、元気はそれを継承してる一人だよね。ガクトイズム、どんなところですか。うーん、思ったらすぐ行動する、はい、うん、で失敗するかどうかは関係ない、うんうん、トライアンドエラーを繰り返す、うんうん、その結果手に入れてるものがある、うん、でそれを証明してる、うん、嬉しいです。だから失敗したものも含めて面白いなと思う、はい、で何が面白いって、はい、まあ、僕もよくやるんだけど、はい、人が想像しない声のかけられ方とかをなるべくするようにしてる。それは昔からなんだけど、はい、で元気はそれを体現してるじゃん、はい、ああこいつ面白いなって。でそれが企画的にやってるのかプライベートからやってるのかは分かんないけども、ただそれが見ててなんて言うんだろう、見てる方が笑えてしまうレベルのことをやられると、実際にやられてる本人は、まあ、笑うしかないよね、うん、で人間ってさ、はい、面白い生き物で笑ったらもう負けなんだよね、うん、もう相手のテリトリーに入っちゃってるんだよね、うんうんうん、でそれを上手にやってんなって思うし、うん、なんて言うんだろう、かっこいい口説き方
だけを見せてしまうと、おそらくそこまで刺さんないし、かえって失敗するパターンの子が増えんじゃないかなって。かっこいい口説き方っていくつかの要素がやっぱり必要で、外見の良さ、雰囲気の良さ、あと積み重ねた経験と、あと自信で、これがないのにかっこいい口説き方すると完全に勘違いの人みたいになっちゃうわけさ。でも面白い口説き方ってやる気があったら誰でもできるんだよね。で一番それが確率が高い。だから見た目の問題はさっきも言ったけど、デブであろうが顔がブサイクであろうが関係ないんだよね。相手が笑ってくれたら OK だから。もちろんそれはね、元気も顔もいいし、それをいやそれは顔がいいからできるんだよとかねっていうやついるかもしれないけどね、それは違う。そこで足を止めることができるか、相手が驚いて笑ってくれるか、それに尽きる。いや結構見てくれてます、ありがとうございます。そう、僕もやっぱなんだろう、人が しないような声かけみたいなのはすごい、まあしたいってずっと思ってたから、それが伝わってるっていうのは嬉しいですね。やっぱ笑わせたいっていうのもずっと思ってやってきてるんで、あのね、これやったなっていう、はい、これに近いことやったなってこう思わせてくれたりとかする時もあるんだよ。ああその動画見てて、はい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 、例えばあのアイススケートリンクで滑りながら女の子の手をいきなり掴んで一緒に滑るってなったじゃん。ありましたね。あれとか、あやったな。やってたんや。まあ今日本でナンパっていうのが結構まあ悪いものみたいな、悪みたいな風潮も結構あるんですよ。悪質なナンパみたいなニュースになったりとかして、より高まってる部分もあったりして、まあ今それこそマッチングアプリとかでも出会いもできるし、ナンパなんするなみたいな風潮もちょっとあるんですよね。あるんだ。ある気がします。僕も発信してて、まあそういうコメントもやっぱ来るし、でもそれラッキーじゃん。ラッキー、はい、ラッキーですね。だってナンパできる人が一人勝ちじゃん。そうですね。だって、はい、イタリアとか行くとさ、はい、みんなナンパするんだよ、うん、まあそのみんなナンパっていう言葉がどうか分かんないけど、みんな普通に声をかけるし、みんな普通に彼氏がいようが彼女がいようが普通に声をかけてくるんだよ、っていう国で勝負するのと、はい、確かに、はい、その環境に慣れてない、もしくは世の中がそれをダメな方向だって言ってるってことは、それができる人口が減ってるってことじゃん。だよね。でも母数は変わんないんだよ。母数が多くてやる人の数が少ないってことは、当たりを引ける可能性が高くなるってことじゃん。まあそうですね。だから僕からしたら世の中がどうなろうが関係ないし、で勝率上がるんでしょって、はい、それっていいよねって僕は思うし。なるほど。それが例えばその風潮的にナンパ禁止みたいになるとそれは困るよ。だからもうちょっとスマートな声のかけ方だったりとか、やる人はね、そもそもナンパっていう言葉以外の言葉がないから、だから表現できないんだけど、街中で声かけちゃダメなの、綺麗だと思った人に綺麗だって言うのはダメなの、おかしな話じゃん。そうですね。でそのマッチングアプリだけを使って出会いをする、それって異常じゃん。異常ですね。そんなみんなスキルないのって、そうなんでしょうね。まあいろいろ男だけの原因じゃないかもしれないですけど。いやもちろん男だけの原因じゃない、その
世の中のいろんな背景が重なってそうなってるんだとは思う、うん、だけどそれを悪とかっていうふうに言うのは、うん、なんかいけてないなって思うし、まあそもそも全体数が減ってるからナンパの仕方を教わってる人も少ないんだろうなって、だから間違った声のかけ方とかしてしまうんだろうなって思っちゃうよね。なるほど、はあ、そういう見方か。僕の仕事の一つですね、そういうのを伝えていくというか、まあ、それは何ていうのかな、悪いことじゃないんだよっていう、まあ、一つの出会いとしてこう啓蒙していく、教育していくっていうのはすごく大事なことだと思うし、僕はそういうなんかこうマスで捉えてないから、うん、基本的には仕事の上で必要なものを手に入れるために、例えばうちのダンサーとかメンバーとかに必ず言うのは、彼女がいようがいながらはそんなの関係ないと。お前らは常にステージ上で5000人、6000人、1万人、3万人の女性を相手にしなきゃいけない。なのに一人の女の子の心もつかめなくて、どうやってステージ立つの、どうやってステージ上で距離のある人にその人たちの心を捕まえることができるのってよく言うんだよ。だから実際にうちの現場って厳しいんだよね。朝からトレーニングめちゃくちゃするし、で昼からリハーサルめちゃくちゃやるし、で本番も超タイトだし、夜になると、まあ、みんなでご飯食べた後、あじゃあ飲みに行こうぜって言ってバーは用意する、うん、だけど一人で入店禁止なんだよ。はいはいはい、よしじゃあみんな行ってこいみたいな。おでみんなブワーって街に出て、はい、で街で声かけた子を連れてくる。へえ、もうやってたってことですか。ずっとやってる。今もやってる。ライブ終わりに。そう。じゃあ みんなナンパできるんですね。メンバーって言ったら。うん、できるね。そっか。じゃなかったら観客の人の心をつかめるわけないでしょっていう。うん、でもね、それができるようになると表現が本当に変わる。はい、自信がつくし。ナンパでそっちにつながるっていうのが面白いですね。まあ少なくとも自信は手に入るよね。うん。あと努力するし、確かに確かに、うん、あとやっぱり何人かは自分はかっこ悪いから、要は女の子が声がかからないっていうのを本気で思ってるやついっぱいいる、うん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 、だけどそれは全く関係ないって。うーん、顔がいいから悪いからっていうのは関係ない。でそれをトライアンドエラーをさせてやることによって、実はダンサーの中で一番顔がブサイクなやつが一番ナンパがうまかったりする。今はね。じゃあガクトさん的に男はナンパした方がいい思う。おー、まあ、男はっていうか女の子もやった方がいいと思う。女の子も、うん、自分から声かけるべき。あーなるほど、うん、特に、はい、今これだけ SNS が当たり前な世界で人とのコミュニケーションが苦手な子が多すぎる、うん、いわゆるそのモジニケーションっていうのに特化しすぎてて、うんうんうん、コミュニケーション能力が低い人が多すぎる、うんうん、でも結局人は人としか仕事しないから、ほとんどの職業が、うんうん、だからその社会に出て人間関係がうまくいかないっていうのは、いやそりゃずっと携帯に向き合ってていきなりね社会に入って人と仕事しなきゃいけない、しかもそこには競争が生まれるっていう中でコミュニケーションがうまくいかないって、そんな急にうまくなるわけないじゃん、うん、やってないんだから、うん、でもやってる子からするとなんでって、うん、って思うことがいっぱいある、うん、まあ最後にこの話題っていうのもあれなんですけど、うん、芸能人とか、うん、世界的スターみたいな人とか、うん、付き合ってみたいと思うんですよ。どうやったら付き合えると思いますか。どうやったらっていうか、なんかガクトさん的視点。
まずありますか、芸能人とか付き合ったことってありますか。僕ね、はい、付き合ったことがある子って人生で4人しかいないんだよ。ああなるほど、4人、はい、あとは全部友達だから、はい、まあ、セックスもするけど、はいはいはい、それは付き合ったことがありますかって言われたら、その中の4人のうちの、ちょっとめちゃくちゃ話してもらいました、ありがとうございます。いやいや、なんか大した話してないんだけどな。いや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 、まあそれが当たり前ってのがいいですね。当たり前のことを話してくれてるだけで刺激になるというか、まあきっと僕がそう思ってるんで、まあ、見てる人たちとか、まあナンパできるようになりたいとか、かっこよくなりたい、モテたいとか思ってる方も多いと思うんで、ちょっと今の言葉を僕もちょっと学んでいろいろ発信していきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。いやまあまあインタビュー、ナイスインタビュー。対談これ、対談ではない。まあまあ俺の、まあ、ちょいちょい確かにとか言ってたけど、いやあとやっぱ多分順平わかるけど、目をずっと見れんかったな、やっぱ。あ、まあそうね、元気、確かに。あ、いるか、あ、終わり終わり、待ってます。お疲れ様です。どうでした？いや、ナイスインタビュアー、元気さん。おインタビュアーの方ね。さすがです。さすがです。さすがです。おめでとう。すごい。ちょっと疲れた。いや、お疲れ様。撤収しますか、じゃあ。撤収しましょう。はい。ありがとうございました、本当に。さあ、そろそろ GACKT さん登場。元気がさ、うん、めっちゃ緊張してるじゃん、うん、ちゃんゆう挨拶するだけで緊張してる。めっちゃ緊張する。いや、まあ、緊張するよ、ね、だってそのガクトさんの憧れね、憧れなの、憧れ。そんなことない、トイレから、トイレ、これちなみにこれ今3回もめっちゃ行くやん。 YouTube ではこれアップしてるんですけどこのリアクションからも伝わってると思います。はいやられてるねいや、あったらね、始まったらね、まあ、あったらもあるだろう。え、これも回ってる。いや、なんかいい感じの絵やなと思って。さあ、はい、ということで、ちっちゃめやねめっちゃ構えやね、ちっちゃめやねん。ガクトさんのね、見た後です。あ、まあ、そうです、合わせないと。どうよ、元気いやその声真似してんのまとめ、ね、真似しなくちゃないね。もちろん、いやでもすいません、あとごめんなさい、人間がいないこと言われてるからね。いやもうめんどくさい、いややこしいな。ちょっといないんですか、はい、もうめんどくさい、はい、いないんですけど。対談動画ね、見ていただきまして、はい、いや、まあ、対談動画すいません、インタビューとかでやめろやめろすごい、いやすごかったね、あれすごいな、なんか引き込まれるんだよな、完全にガクトさんのペースやったから、うん、そのめっちゃ疲れた。でもメイウェザー天心で言うたらそんな感じじゃない？圧倒された。圧倒度合いで言うと、まあまあ、まあ、対談って言ってるからだって。そうね、対談ではなかった、うちの中でタイトルと対談するか迷ったスペシャルトークに。でもいやいや、やっぱ良いトーク引き出せてたの、引き出してたってあれですけど、まあまあでも話は、ね、いや、いいお話よ、ね、まああれを、なんて言うんだ、あれが聞けると思ってオファーしたっていうのもある、正直よかった、ね、そんぐらいあるんやろうなって、はい、ちょっと話は聞いてたから、うん、いや、かっこよかった。だって俺は別に当たり前のこと喋ってるだけだからって、ね、かっこよかった、ね、で、元気さんは当たり前がみんなにとって刺激なのがいいっすねそこ好き、そこの掛け合い好きですか、私しましたけどもね、まあ、ちょっと説明が なさすぎたのでこの動画なんでまず対談してるのかというと、はい、あの本をね、我々が出版、はいはい、させていただくことになりまして、で、ね、はい、その中でちょっと特別に収録させていただいた、はい、そうです、だから本の中、本当は本の対談、はいはい、そうだね、本にも
もうちょい長い感じ、うん、そうね、なってるし、まあ、それを動画にさせてもらって、うん、っていうことでやらせてもらいました、はい、でちょっと最後の方に特典のところでさ、なんか特典映像、続きは特典映像、うん、あると思うんですけど、それをだから本をね買っていただければ見れるという仕組みになっております。いやお願いしますよ皆さん、買ってくださいよ。ぜひ買っていただいたら全編ですね、カットしてるとことかも全部丸々見れるように。ぜひ見てほしいけどね、はい、めちゃめちゃ面白いから。はい、そんな本で、まあでもこのままだとね、ガクトさんの本になっちゃうんで、あーそうですね、一応元気ジャパンの本で、はいはいはい、はい、まあ確かにそうね、そうなんです、インタビュアーすぎてガクトさんの本で、そうなんです、何ですか、何書いたんですか本には。まあ本当に、はい、なんて言うんだろうな、まあ動画とかでさ、俺が悪いナンパのイメージを変えたいとか、はいはいはい、新しい概念作りたいとか、はいはい、って言ってやってると思うんやけど、うん、まあそのまあ、動画だけじゃやっぱ伝わんない部分というか、それをちゃんと文字にして全てを詰め込んだものっていう感じかな。ギュッと言ったんですか、簡単に言うと、うん、まあ、考え方だったり、まあ、それこそ普通にハウトゥーじゃないけど、元気のナンパ術、まあ、デート術、まあ、男磨きみたいなところも、まあフルコースだ、存分に動画では語られていないところを、そうですね、入れております、はい、まあね、本当にそういう、まあ、男性は必読なんじゃないかなという、そう、本ですね、新しいナンパのものとして、うん、はい、そうですね、出してます。なのでタイトルは今日のナンパ術ということで、よろしくお願いします。いや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 でもこれすごいよな、なんかちゃんと文字にしてって初めてやから、うん、なんかまあ口では言ってたけど、ちゃんとこういうことやっていこうのなんか走り出しって感じ、俺の中で、ね、割と真面目元気ジャパンにはなっておりますので、ちょっとぜひ、はい、それがあの発売が2月の2日、はいはいはい、に決まりまして、この動画が公開されたタイミングからあの予約をできるようになっておりますので、うん、概要欄に、ね、リンクが貼ってありますので、はい、ぜひ確かに予約していただいて、確かにちょっとでもね、うん、売れたらね、うん、まあ、2冊目ができるかもしれないし、そうね、いやいや全然あるよ、まあまあまあ将来的にはね、そう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 、ちょっと我々もね格好がつきますので、はい、お願いします。今日からのことぜひ予約したコメント待ってます、嬉しい、それ言ってくれるとね、励みになります。もちろん内容はいいものですから、もちろん、あ、すごいですよ、頑張りました本当に。そうだね、ちょっとこういうの締め方難しいですね。まあまあ、はいはい、じゃあ茶屋さん、じゃあ、え、言っちゃってよ、え、言っちゃって、言っちゃってください、締め方、今 何を求められてるんだ、締めちゃってください、締めでいいじゃん、本予約関係ないっしょ、気持ちっしょ、お願いします。予約はしてほしいな。いやいや、ちょっと難しい。